旧保護法の下で不妊手術を強制された人たちなどを対象にした電話相談会が仙台などで行われています今日は不妊手術を強制された本人や家族などを対象に被害者を支援する弁護団が全国12の都道府県で相談会を実施しています不妊手術を強制された人は全国でおよそ2万5000人 宮城は全国で2番目に多いおよそ1,400人に上っています。ためらわずにですね、あのご相談していただきたいな。そして一人でもあの開封に繋がれば被害回復につながればいいと思います。電話相談は022211の5981番で午後7時まで受け付けています。